麻雀遊戯王。文吾さんおはようございます。さあ今日も文吾散歩元気にいきましょう。今日はあれですね、ちょっとメイク簡単な感じにしてますねナチュラルメイクな感じ今日はね決めてるんですかね。まあでも秋な感じがしていいなと思います。いいかな。あれこっちだよ。どっかから声が、こっちあ、文吾さんおはようございますおはようございます。こっちでしたか。あのさ、はい、この銅像を探すためにさ、はい、歩かせないでくれ今日はもう銅像がないかと思いましたが、っていうかさ救世主がいてくれました。ぶっちゃけね、はい、この今のオープニングは、はい、宅訪問が終わった後に撮ってるんですよ。ちょっと時系列がねバラバラになってる。なぜかというと、はい、銅像を探すためですよわざわざ、はいはい、で、はい、私は今日ねお宅訪問2件終わって、はい、あ今日早く帰れる、やった帰って麻雀でも家に行こっかな、飲みにでも行こっかなって、はいはい思ってたら、はい、星野 P が、はい、まだ返さねえから銅像探すまで返さねえや。危うくね銅像を探すために別日になるところでした。そしたら、はい、銅像というよりなんかちょうどいいかかしがいて、はい、ありがたい救世主ですわざわざお店に許可、はいはい、撮って、はい、ありがとうございます、はい、さあということでいろいろと時系列は逆ですが本日も文吾散歩に行きたいと思います、はい、今日は2件、はいね、ご自宅行きたいと思いますので今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。行ってきます。行ってきます。さあ文吾さん、降りしきる雨の中本日のお宅までやってまいりました。セットと入ろうぜ、はい、だって、はい、上に屋根がないから。そうですね、確かに屋根がないからもう場所島雨が降ってんすよね濡れまくってっから、はい、早くピンポンしようぜ。わかりました。じゃあちょっと寒いから早速本日のどなたの家かだけねちょっと教えていただいて中入りましょう。はい、はい、最高位戦、はい、日本プロマージャン協会所属、はい、鶴田彩香プロです。鶴田彩香プロ、はい、文吾さんご存知の方なんでしょうか。初めましてなんですよ。これは早く入るにもこのびしょびしょの体で入るのは気が引きますねはい、ツイッターでお宅訪問してくれる女流プロはいませんかって募集した時に、はい、すぐ DM くれてぜひ私のお家お願いしますって言ってくれたやる気のある子なんで。素晴らしい、ありがたいですね。そしてさぞかしい自分の家に自信があるってことですね。自信があるからねそんな ね DM 行きしてくるんだよね。そういうことですよね。これは楽しみです。はい、早速行きます。お願いします。いらっしゃいました。こんにちは。よろしくお願いします。最高位戦日本プロ麻雀協会の鶴田彩香です、はい、お願いします。よろしくお願いします。なんか、はい、ツイッターのアイコンがだいぶ、はい、最近金髪にしちゃって、あイメージが全然違うんですね。違う感じで。なるほどなるほど。さあじゃあお邪魔いたします。お邪魔いたします。あれ家間違えたかなどうしたのどうしたの。電気つけていい。これどこの電気。あ、もちろん。はい。ね、あら、ずいぶんと電気が。裸っていうんだっけ、これ裸電球。裸電球みたいなね。裸電球。はい。シンプル電球ですね。買ってあげようか。電気ぐらいなら私が買えますよ。電気ぐらいなら私買ってあげるよ。はい、一番安いやつ買いました。明るきゃいいんですもんね。ここリビング、はい、あ、そうです。なんかリビング。キッチン、ダイニング。ダイニング。え、これ今日のお宅訪問のために作られたお家じゃないですか。住んでますよ。え、だってこれ見て、はい、この椅子とテーブル。あら、簡素ですね。え、でもいつもここで携帯置いて、はい、麻雀の動画とか見ながら、はい、え、ここにこうやって座って、はい、ご飯食べながら、はい、どこ見てんの？ここ？ここですよね。窓の外。あ、そう、外ですね。はい、外の景色を見ながら、はい、ご飯食べてます。いいですね。捨てようよ、段ボール。確かに。洗濯機を買って、あ、洗濯買ったんですね。前までなかったんで、あの外に置き場があって、あ、なるほどなるほど。木並まこスタイルだったってこと？私もコインランドリーに行ってたんですけど、最近ようやく買って、ちょっと段ボールが、いやでも段ボールってすぐ捨てなきゃいけないんだって。ゴキブリの卵にとってはとっても住みやすい住処だから、はい、段ボールのこの間が、そうですね、置いとくと虫とかね、もしかしたら住んじゃう可能性があるので、早めの処分をね。え、これゴミ箱？段ボールゴミ箱にしてんの？共存してるってこと？ゴミを出す曜日をちゃんとここに書いて、月末ぐらい覚えられるだろ。間違えて水曜日に持ってたらえらいことになりますもんね。ペットボトルは土曜日。はい、もうすごい。じゃあもうこれさ、はい、ゴミ箱にしてるってことは段ボール捨てられないね。あ、これだけはずっとあります。はい、あ、じゃあ私ゴミ箱買ってあげる。100均で買えるから。ありがとう、うん。もう買うものをどんどんリストアップしていきます。増えてきますよこれ。はい。ど真ん中にこれ置いてるけど料理する気はある。料理を全然しないので。はい。この辺にもう今日ちょっとインチコール。え、家で一人で飲んでるの？はい。ここに座って。はい。いいです。豪快ですね、なんかね。寂しくない？大丈夫？めちゃめちゃ寂しい。寂しいよね。なんか寂しい感じわかるもん。なんでしょうね、そのパリピな感じはない、ね。ないよね。金髪で
さ、はいはい、イケイケな感じするのにさ、はい、なんかどっか抱えてそうだよ、ね、それは闇闇ですか、ねえ、なんか作ったりはしないの？だって包丁とかあるよ、ね、たまーにやるぐらい、はい、え、これ何燃えたの？あ、これそうです。なんかここでなんか料理してたら、うん、炎がここまで上がって何作ったの？どんな中華料理を作ったの？え、普通に野菜を炒めてただけなんですけど、はいはい、ボッて虫に食われたみたいになってるよ。ね、すごいこれ、はい。さあ、冷蔵庫が。え、酒しか入ってない。本当だ。濃いめのレモンサワー。なんだっけこれ、クライナーって言うんだっけ？これ冷蔵庫に入ってるジョリュープロいないよ。お酒大好きなんですね。めちゃめちゃ好きです。人が1杯飲む間に3杯飲むって言われてます。はい、周りに。すごい。本当に何もないわ。はい、酒が。酒が何もない。あ、綺麗に飲む。綺麗に飲む。だって普段何食べてるの？確かに。普段は、実家から、送られてくるんですけど。あ、うわぁ、なるほど。こっちに、こっちに。たくさんのレトルトカレーや、はい、そぼろ丼、そしてお茶漬け。なるほどなるほど、たくさんの物資が届くんです ね、 ですね。あ、じゃあこれを食べてるんだ、はい、では。でも家電はなんかすごいいいの使ってない、はい、これ。あ、本当だ。え、これダイソン？あ、そうですそうです、ダイソンの。どうしたの、こんなの買っちゃって。いや、なんかお金を使うべきところがあんま分かってなくて、はい、なるほど。これだよ、これだよ。だって一番使うのは電気だよ。確かに。でもなんか明るくなればいいかな。インテリアとか別にいいよねってことですね。だってご飯さ、うん、作んないじゃん、はい、めっちゃいい炊飯器使ってない？確かに。輝いてるよ。これも一人分がどれぐらいだかわからなくて、はい、とりあえず適当にこれを選んだんですけ ど、 なるほど、だいぶでかかったっ。とりあえずあの家電の中でのおすすめを買ってみたらこんな感じですね。見張りがままに買ったら。なるほどなるほど。ドライヤーはね、いい方がいいですよね。うん、へぇー、何このシミ。え、わかんないです、これ入った時から。怖っ。これで、いや、もう事故物件やん、完全に。事故物件かどうかまだわかんないですけど、ちょっとギシギシ言うんだよね。年季が入ってるお家ではありますよね。はい、さあ、座敷わらしと共存してる。だとしたらいい家じゃないですか、座敷わらしがいるんだから。え、さあ、お、わあ、住んでるんだよね。はい、この窓久々に見たんだよ。この窓、なんか窓にこういう柄があるやつ、ハッシュタグみたいなね。なんかハッシュタグ久々に見たよね。はい、カーテンないしさ。そうですね、窓の外の、あ、窓含めて久々に見た感じがしますね。なんかこういうさ、はい、上にこうやってクローゼットじゃなくてこういう感じの押し入れって ありますね。久々に見たよね。あの田舎のおじいちゃんおばあちゃんの家に行くとね、はいはい、でよくねここに額とか飾ってあったりするするんですよね。まさかね、お若い女流の方の家がこういう感じだなんて。24です。え、ここはさ、物件を決めるときにさ、はい、いろいろ見て回ったわけじゃん、はいはい、なんでこの家に決めたの？確かに決めてっていうか、いや、なんか結構働く場所いろいろあるんですけど、はい、そこへのなんかアクセスがちょうどいい場所がここだったんですよ、うん、なるほど、自分の活動拠点としては良かったんですね。あ、そうですそうです、距離的には、はい、でも中はどうでもいいみたいな。そうです、なんか住めれば。でも広さはあるよね、一人にしてはさ、はい、広いよね、はい、例えばひなみさんのご自宅であるとか近藤さんのご自宅と比べたら全然広い。2部屋ありますから全然広いです、うん、しかも2部屋目、はい、ここめっちゃ広いよね、はい、8畳ぐらいあるよね、はいはいはい、うん、はい、ただあの物が圧倒的にないですね。ないから、はい、はい、さあ開けて、あ、ないですね。もっといろいろ詰め込んでるのかと思ったらそんなにないですね。はい、はい、だってここで開かない、これどうやって開ける気がないです。開ける気がないですね。懐かしくないです、こことここは。だから今はもう、うん、つまんないし、今度待って、あ、もう買ってあげるね。私これニトリでさ、2900円ぐらいで売ってるから買ってあげるよ、はいはい、じゃあ収納ケースも買ってくれるってことかな、ね、うん、買ってあげる収納ケースも、はい、よかった、一式次々と増えてきます、よかったですね、はい、すごいとこ開けにかかってる。どうですか、くんちゃんの下着、はい、そこにあったんだ。そこに、え、絶対ないでしょ、そんなとこって言おうと思ったらそこに下着あったんですね。はい、わかりました、じゃあチェックしていただきましょう。はい、見えないところで文吾さんがですね、下着ケースをすべて引っ張り出しました。待って、どうしました、1個しか持ってないの、ブラジャー2個です、今のと、はい、待ってすごいヘビーローテーション。ヘビー1週間って何日あるか知ってる？え、でも毎日洗濯するタイプなんで、はい、え、でも今日雨じゃん、例えば、そう、もう乾かない時あるじゃん、乾かすしかない。
すげえ。え、2個しかないの？ブラジャー？洗濯機買ったのに乾燥機買わないからそういうことなんだ。私がブラタップ買ってあげるよ。よかった。もう予備の時のために。全部買ってくれる。2個しかないの？え、なんで？3個持ったらもうちょっと楽になるじゃん、生活。確かに。1日洗濯忘れても、そう、はい、そう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 。そうですよね。みんな？なんか出てればいいかな。興味がないんですね、そういったものに。ダイソンのさ、ドライヤー買うくせにさ、はい、下着は2個に抑えるの。え、じゃあ待って、今つけてるやつ、ね、とこれ1個しかないってこと、はい、なるほど。調べようもないんだけど、下着のこれ。まあ、とりあえずその1つを入念に調べていただいていいですか。タグボロボロだし。タグボロボロだ。買われてからどれぐらい経ってるんですか。いや、でも買ってからは2ヶ月ぐらいだと、うん、2ヶ月ぐらい。なるほど。しかない。パンツ入ってないけど。で多分なんか下の方。それどうやって取るの？今日の夜使うよね。なんで上下合わせて2枚ずつしかないのに下の方に入ってる。どういうことなんですか？片付ける時に鍵は見られるんだろうなと思ったんで、うんうん、はいはい、とりあえず上だけ取りやすいところに置いて、あとポン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 って入れちゃったんで。あ、なるほど。なるほど。じゃあもう、はい、見る余地もない。見る余地もない。すごいですね。下着もう上下合わせて買ってあげてください、文庫さん。ユニクロのブラトップとパンツ、はい、サイズ私と一緒だった。聞いてよちょっと。はい、どうしたのどうしたの。私さ、聞きますよ、はい、これ遊戯王で言おうと思ったんだけど、はい、私ずっと、はい、ABCDE、はい、E カップだったの。 E カップ、はい、子供産む前とか、はい、だから別に子供が生まれる時に大きくなったわけじゃなくて、はい、ずっと E カップだったの。おー、なるほど。で最近、はい、ブラトップもそろそろ卒業しようと思って。あんなにもブラトップと言っていたのに。そう、下着屋さんにこの間行ったの、はい、で測ってもらったの。もうちゃんともしかしたら、はい、ほら痩せてさ、アンダーがもしかしたらね、そうですね、ちっちゃくなって、はいはい、よりね、カップ数変わるかもしれないですからね。カップ数変わってるかもしれないから、はいはいはい、したらC の70って言われた。2カップダウン。そんなことあります？しぼんじゃったんですかね。いや、だからあの下着は絶対にヤボ。ヤボ、ヤブ、ヤブ、ヤブ、下着屋、ヤブ下着屋。でも C の70だったの。なるほどなるほど。2個も一緒だったね。最後の一言いらなかったんですよ。私と一緒だねっていうことを言いたかったの。一緒です。だから多分痩せて、アンダーはここは下がってないのに、はい、ここはしぼんだんだろうね。ああ、そういうことですね。だから C カップ分母ってことで、皆さんこれから覚えておいてください。はい、世界一いらない情報を発信しましたね。いや、だって、はい、世界一どうでもいい下着だったんだ。なんかこういう下着のネタ突っ込まないとさ、下着に罪はないです。ということでね、これは今着てる。あ、そうです、なんか最近冬着れるものです。え、じゃあもう、なるほどなるほど。結局上の部分しか着ないでしょ、これ。結構掘り返して。あ、掘り返して。服はね、さすがにね、たくさんありますね。どうですか。 GU グレイル。グレイル。あ、やっぱあれだね、はい、値段設定お休めのところというか。そうですね、うんうんうん、この鶴田さんのさ、家の中でさ、一番お気に入りで一番高い服はどれ。あ、なるほど。一番高いのは、はい、グレイルと GU しかないもん今。私が探したところで、はい、なんか値段的に高いのはこれです。あ、綺麗めのワンピースね。ワンピースね、素敵ですよ。うわー、高っ。急に急に。散々今までいろんなもの見てきたから、値段設定がちょっとすごく高く聞こえましたもんね。はい、4万すんのこれ。100万ぐらいに聞こえました。マジか。、はい、お金かけるところなんかちょっと微妙だよね。そうなんですよね。なんか金銭感覚が変な意味でちょっと変っていうか、変な意味でちょっと変、なんかちょうどいいところがあんまないんですね、塩梅が。待って、はい、掃除機これもしかしてダイソン使ってるの。あ、ダイソンです、はい、なんか家電を買いに行ったら、うん、絶対なんかダイソンをおすすめされるじゃないですか。うん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 、性能がいいやつがね。あ、そうです、はい、だから、あ、じゃあそれにします。おすすめされたら買っちゃうんですね。あ、そうです、そうです。下着は2個しか持ってないのに。まあ、下着はほらおすすめされないんじゃないですか。これおすすめですよ、この下着って。例えば GU に行った時に急に下着をおすすめされたら買っちゃうってことですよね。あ、買います、買います。なるほど。え、これベッド。これは布団です。え、どうやって、あの、ちょっと引いてくんない、ここに。いつもどうやって寝るのかな。おばあちゃんちょっとだ。おばあちゃんちょっと。本当だ、なんか泊まりに行った時に出してくれる予備の布団の感じがする。え、はい、すごい。さあさあさあ、いいですね。毎日やってんのこれって。手慣れたもんですよ。手慣れたもんですよ。2組使って、はい、高くして寝てるんですよ、いつも。なるほどなるほど。毎朝畳むの大変だね。大変です。え、実は毎日何年の子にしてるでしょ。うちらが今日来るから畳んだ、綺麗に。正直な方でした。そうですね。そんな気がします。はい、いつもここに出しっぱなしですよ。はい、なのにごめんね、もう一回引いてみて。で、上に布団。掛け布団が。今これ寒くないの？あ、全然大
大丈夫です。この2枚だったらちょっと寒そうな気しますけどね。これは寒い。ぜひ。冬もこれ。え、真冬も？はい。え、なんで？寒くないの？北海道出身なんで、はい、全然寒くない。そんな体勢が、そんな体勢があるんですね。北海道の。稚内。稚内。めっちゃ端っこの人？あ、そうです、そうです。北の方ですかね。真冬は何度ぐらい？うん、マイナス十何度。あ、じゃあもう東京の冬なんて夏みたいな感じ？そうです、なんか0度あれば大丈夫。いや、わかんないんですけど、北海道に住まれてても寒いも寒いと思う。寒いよね。0度は寒いですって、ちゃんと。じゃあ真冬もこれで余裕なんだ。あ、そうです、そうです。すごいですね。じゃあ夏なんかもう超暑いんじゃないですか、東京。夏はだってもうかけて寝てないですもん、何も。何も。東京の夏は暑いなって。すごいですね。ほら、あるよね、はい、こういう。ありますね、ヘリがリモコンを置きながら利用してね、はい、リモコンとティッシュを置くと。え、まさかこれがテレビ、はい、あ、そうです、テレビ、はい、テレビの位置が低い。低いっすね。え、なんかダイソンの掃除機買うんだったらテレビ台も必要じゃない？あと持ってるゲーム機がゲームキューブ。ゲームキューブってさ、え、そうですね、古いやつだよね。あ、そうです、ナルトの、はい、あの激闘忍者対戦って今だけこのソフトってある？CD かと思ってた、私。いいですよ。これどうしてもやりたくて、はい、幼稚園から小学生ぐらいの時にやってたんですよ、はい、それを最近どうしてもやりたくて、あ、メルカリで買ったんだ。メルカリで。なるほどね。どうでした、やった感想は？いや、懐かしくて、エモい、はい、エモい。いいですね。この布団の上でゲームキーブずっとやってるわけですね。そうです、はい、あ、じゃあこの上で結構生活してるんだ。ここにヘアアイロンがあったりするってことは。そうです。ここの鏡を使って、はい、鏡があってね、この上でバーってやって、はい、いいですね。新人女流っぽいですね。そうですね。なんでしょう、ただ決して貧乏で苦労してますとか、お金がなくて苦労してますという雰囲気は一切ないんですよ。そうなんだろうね。だから苦学生みたいな感じは一切ないんですけど、うん、ただずっとおばあちゃんちの感じがするっていう。なんでだろうね。不思議ですね。なんかすごく不思議。あまりもしかすると物欲がない方なのかもしれない。そうですね。全くないです、ね、うんうんうん、物欲が。これテーブル？あ、そうです。普段ここでこういう向きでなんか生活してるの？こうやって。そうです。なんか本読んだりとか。ここで本読むの？はい。え、こうやって？こうやって座って？はい、嘘でしょ？私アイコス住んで、うん、灰皿があるので。ね、はい、もうなんか最近お宅訪問でさ、はい、タバコ吸う女流が出てきたらみんな堂々と隠さないで出してくるようになったよね。そうですね。最近そうですね。でも近代麻雀の本ありますよ。あ、近代麻雀の本も。竹書房。はい。え、小馬郷さんの本と、はい、ミーニーさんと梶本さんの本だ。あ、すごい。揃ってますね。サド。本を読みますって言う割には。本のハッピーに。サウナ大好きなんですか？結構サウナ好きで。なるほどなるほど。いろんなとこ行きます。結構アウトドアと言いますか、いろんなところに出かけられてるんですか？そうですね。でも行くところが限られてるんで、もう外出るときはサウナぐらい。なるほど。めちゃくちゃ家の中でゲームしたりしてます。なるほどなるほど。どうしたの？どうしたの？本社の勉強本がある。あ、勉強本。見て。あ、すごい綺麗な字でちゃんと。負の計算式。これはプロになる前に練習っていうか勉強したってこと？そうです。プロテストの前に全部やりました。え、すごい。最高位戦競技規定とか全部書いてる。あ、すごい。うわ、すごい綺麗な字で。え？ちゃんとね、めちゃくちゃ勉強してるじゃん。されてます。難しい難しい難しいが出ました。すごいじゃん。これテスト勉強ってことだよね。あ、そうです、うん、過去問をずっとやってたんで、うん、その回答だけ取れる。素晴らしい素晴らしいですね。混んでほしいかのようにこんなところには、はい、言い方がちょっと良くないんじゃないですか、はい、あれ化粧ポーチですか？これ。あ、そうです、化粧ポーチですか。安いの使ってるのでしょうがない。これはもう誰かにおすすめしてもらいましょう。いいんですよ、はい、だってプチプラで別に可愛くなれるんだから全然いいです、うんうんうん、全部底見えしてんだけど。見て、底見えというのはもう使い切っちゃってる感じってことですね。買ってあげるよ私が。ね、見てこのファンデーション。はい、見ましょう。すごいよ全部。もう確かにもうほぼないですね。ね、見てこれ、もうこんな、はい、こんな、これ使ってんの？え、使ってます。まだ使います。すごいわ。すいませんね、こんなところまで来ちゃって。いいですか。物を大事に使ってるってことなのかもしれません。最後までね。はい、うんうん、そうです、そうですよ。なんかすごい好感度上がった鶴田さんの。ありがとうございます。じゃあね、はい、お風呂場行きますか。あ、お風呂場、そうですね。はい、お手洗いとお風呂場へ、はい。お風呂がね、ちゃんとあるということですね。あれ、風呂トイレ別？あ、別です。すごいじゃん。別、そこはちょっと選ばれたんですね。すごい、はい。このドア開いたら開いたんだけど。あ、やっぱおばあちゃんちだ。なんでトイレめちゃくちゃ新しい。
しいんだけど。本当だ、トイレすごい最新なんだけど、トイレはトイレすごい新しい。センサーで開くんですよ。そこ最新なんだよ。床はおばあちゃんちなんだけど。床はおばあちゃんちのタイルなのに。でもなんだろう、嫌じゃない、汚くない、あとなんかいい広さですね。そう、いい広さなの、はいはい、普通なんかちょっと近づいて開くんじゃなくて、トイレのドア開けた瞬間に開いてくれたんだよ。お利口トイレですね。ちゃんと窓もあったりするからね、日の光も入れられていいですね。こういう窓ってなんか、はい、おばあちゃんちっぽいよね。おばあちゃんちでもいいよね、換気できてね。いいと思います。何、はい、ですかね、このなんだろう、古さと最新が混ざり合っている感じ。お風呂も想像つかないですね、そうなってくると。はい、カビだらけやん。ここのマンション自体が古いんですよね。はい、なんか、いや、このカビはこれは確かに今までのお宅の中ではちょっと年季が入ってる感じがあるな。壁もカビだらけだよ、見て。真っ黒クロスケ出ておいでができるから、ね、無理、入れない。あ、これはちょっともう文庫さん的に NG。 あんなにトイレ綺麗だったのに。お風呂はちょっとカビがね、多かったですね。だって見て、はい、ここら辺、はい、ほら、この、はい、なんか体洗うタオルくすんでるよ。ね、体洗うタオルに関してはこれはもう鶴田さんが、ね、買って使ってるわけで、買ってあげるよ、これは。これカビキラーでどうにかできるよ。チャレンジした？チャレンジしてない。最初からこれだからいいやって思ってやってないでしょ。はい、多分受け入れたんですよね。受け入れました。はい、失礼な言い方ですけど、多分わかないスタイル。はい、いや、ちょっと無理だわ。文庫断念。だってカビまみれだよ。カビまみれだったよ。初めてだよ。でもね、浴槽は綺麗でしたよ。そう、浴槽は綺麗だ。浴槽は綺麗。じゃあ後で一緒にやろう。わかりました。カビキラーで。やっぱこういう時じゃないと気合入れて掃除しないですからね、はい、お風呂とかね。なんか久々にね、はい、お宅訪問でずば抜けた家に会えたというか、ね、なんでしょうね、なんか今までで一番不思議なお家だったかもしれないですね。鶴田彩香プロがね、はい、後半戦はどんなプロで、はい、そうですそうです、なぜこんな生活をしているのか罰ゲームみたいな、はい、いろいろね、はい、聞いていきたいと思いますので、はい、後半戦もお楽しみに。月収いくら？そんなにもらってんの？お、そんなにもらってんのと言ったということは結構長く、結構長く、え、